こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。昨今 AI を導入する企業が増えてきた。これもまた時代の進化で仕方のないことだろう。最新鋭の技術でも面白い話が出てきた。それは戦闘時に AI を使って接近戦を行うというものだ。すでに開発が進んでいて、今から情報を集めてデータを蓄積 F-35 戦闘旗や F-22 戦闘機に取り付けてあるシミュレーターでデータ取りができる。もちろん、訓練からの情報で、実戦でのデータは、そこまで収集できないだろう。まだこれから進んでいく話、この AI での戦闘ができれば、もちろん自律飛行も可能となるだろう。AI 技術がどこまで進むのか、楽しみな反面もしもとならない。システム作りが大切となる。日本も F3 戦闘機計画が行われるとする近年。この AI を活用することは、無論考えているものと思う。今、秘密裏に交渉が始まっているのかもしれない。ロッキード・マーティン社も諦めていないだろうし、ボーイングも日本の戦闘機開発計画には、興味を示している。英国のテンペスト計画からも誘いが来ている状況。情報はかなり重要となってきた。この情報網を防衛することもまた日本には大切なる。そのためには今後どうネット社会での共存と部分で考えるかは重要となる。では、その対応策やネックとなる部分を見ていこう。日本では、令和への改元が行われた2019年も過ぎ、2020年初頭は、あわやアメリカとイランとが戦争に突入かという、緊張状態を迎え、今度はまた蔓延と暗い話題が続いている。こうした世界的なニュースも今や立ちどころに個々人が持つ。スマートフォンなどを通じ、インターネットを介して即時情報を入手することができる時代となって、久しい。ただ、こうした情報入手のハードルが下がった反面、スマートフォンなどのデジタル情報機器が別の意味である種の新たな脅威として認識されるようになったことも誠に逆説的だが事実だろう。そもそも、今やすっかり当たり前のように活用されている。インターネットだが、その発生自体は、1960年代のアメリカが置かれた社会情勢によって、培われ実用化されてきた歴史を持っている。これは、1961年にアメリカで発生したテロ事件の際に、電話の中継局が攻撃され、それによって、アメリカ軍の通信回線まで不通となる状況が発生した。教訓から生み出されたという経緯があった。この時に考え出された概念がいわゆる分散型ネットワークと定義されるものであり、一部の箇所の機能が喪失するような状態に置かれても、他を経由して、
通信網を維持するという考え方だった。加えてもう一つ重要な概念として考え出されたのが、情報を送信するに際して分割してこれを行うパケット形式であり、断続的に送信を行うことで一時的に途絶された場合にも対応すべく考案されたものだ。この2つの分散型ネットワークとパケット形式等を踏まえたネットワーク、アーパネットがインターネットの前身となり、1969年にアメリカの一部大学をつなぐ仕組みとして実用化されていった。こうしたネットワークの黎明期である1970年代にはアーパネット以外にも同様な通信網が複数存在していたが、1980年代に入り淘汰され、1990年頃には全米のネットワークがつながることになっていった。もともと前述のように、大学などのアカデミズムの分野、機関で使用され始めた。インターネットだったが、同じく1990年頃には民生用のプロバイダ事業が始まり、以後爆発的な普及を見せる。それでも当初はまだ端末としてはパソコンなどの機器を必要とし、かつ有線接続が基本であったことから、今現在のようなモバイル端末での利用が常識となったのは、つい最近だとも言えそうだ。こうした経緯を持つインターネットのため、軍事利用から始まったと、語る向きもあるようだが、技術的にアメリカ国防総省高等研究計画局が関与したとはいえ、純粋に軍事技術というのは不正確だろう。さて、スマートフォンに話を戻せば、パーソナルユースにおいても、その情報漏洩の危険性が指摘されていることは、快挙にいとまがないほどだが、こと軍隊となれば、その使用に制限が設けられることは避けられない。これには、軍隊が私物の持ち込みを良しとしないことが前提として横たわっているものの、これほどまでに個人のコミュニケーションツールとして普及した時代においては、軍でも扱いに窮している。そもそも、日本の海上自衛隊において、隊員として、艦艇に乗り込んだ場合には、当然広い日本の領海の海域へ乗り出すため、これらは圏外となってしまい、それゆえに年々志願者が減少しているとも言われている。かつては、艦艇の乗組員となることは、海上自衛隊員としては名誉なことだと考えられていたが、携帯やスマートフォンが使用できない公海上での勤務を進んで、引き受けたいという比率は確実に減っているようだ。お隣の韓国の陸軍においては、未だ徴兵制でもあるためか、スマートフォンの持ち込みを許可する動きがあったが、2019年7月に、これを用いたスポーツ賭博を行ったとして兵士が処分されたという報道もあった。こうした例は何も軍隊に限らず、一般の組織でもモラルや情報リテラシーの問題だということもできるかもしれないが、世界に派兵を行うアメリカ軍などでは、
もっと切実な危機を懸念している様子だ。これは2018年に発生した事例によるもので、シリア国内においてある軍関係者らがスマートフォンにインストールし、使用していたフィットネスアプリから所属部隊の位置などが特定されてしまったという。また、そうしたアプリ類ではなく、スマートフォンそのものから周囲の音声を傍受するような部品を組み込まれることが危惧されており、これが中国のファーウェイ社などをアメリカが締め出そうとしている最大の理由だ。ファーウェイの脅威はヨーロッパの次世代携帯電話通信規格である。5ギガにおいて、その基幹システムを構成する一社として、同社が各国に進出していることが、大きな問題だとして取り上げられている。そもそも、共産党の独裁国家である中国においては、ウイグルなどの弾圧に際して、こうしたスマートフォンなどの情報機器から、政府が自由に情報を入手する仕組みをすでに実現しつつあるとも、考えられている。